ネクロマンテオンの地下通路、ネクロマンテオン、古希、イプシロンカッパローミューアルファーニューダウイプシロン、ニュー、エー、ネクロマンテオンは古代ギリシアの冥府の神ハーデースとペルセポネーを祀ったネクロマンシーの神殿である。エペーロス地方におけるアケローオン川のほとりにある。この神殿は冥界にあるハーデースの館に繋がっているという伝説があった。ネクロマンテオンの近くには、 アケロオン川、プレゲトオン川、高級トス川の合流地点があり、これらの川はどれも冥界に注ぐと信じられていた。これら三つの川の名は、それぞれ、苦悩の川、燃え盛る石炭の川、嘆きの川を意味する。ネクロマンテオンは古代にリシア語で、資料信託を意味し、この神殿の地下空間で死者の霊魂と話すことができたという。タイナロンや、クーマエ、アルゴスや、 ヘラクレア・ポンティカにあるポセイドオン神殿のように資料信託自体はネクロマンテオン以外にも見られるがギリシアにある唯一のハーデースの神殿という点でネクロマンテオンは非常に重要な意向である近隣に住まうテスプローティス族が管理していたヘロドトスによれば紀元前6世紀のコリントス選手ペディアンドロスが紛失した物件を探すために ネクロマンテオン日施を派遣した。そこには、ペリアンドロスが殺した妻、メリッサの亡霊が現れ、服が仮装されておらず、自分は裸で寒くて仕方がないので預かったもの,の所在を言いたくない、私の言うことが真であることの証拠に、ペリアンドロスは冷えたヘッツイにパンを差し込んだと言った。冷えたヘッツイとは、死体のこと、パンは陰形のことであり、ペリアンドロスは、 メリッサの死体と交わったことがあった。ベリアンドロスはすぐにコリントス中の女性をヘーラー神殿に集め、そこで全員の服を脱がせて穴に入れて燃やした。この後再び施設をネクロマン低ンに使わすと、メリッサの亡霊は物件のありかを教えたという。資料信託を求めるものは、まず豆、大麦パン、豚肉、牡蠣など、 明定状態を引き起こしやすい食べ物を摂取する。清めの儀式をして、羊の生贄を捧げ、いくつもの鉄の門をくぐりながら曲がりくねった狭い通路を下っていく。その際に放納品を通路に置いていく。29日の間、地下の独房に閉じ込められ、そこでネクロマンサーから様々な質問をされる。29日目に亡霊と会うことを許され、そこで会話することができる。 ネクロマンテイオンからは床を上下させる気候が見つかっており、亡霊に噴したネクロマンサーが地下からエレベーターに乗って現れることで、巡礼者に亡霊が現れたと錯覚させたと思われる。ヘロドトス第五巻、ありがとうございます。